皆さんこんにちは、アイクフルです。なんとチャンネル登録者数が1500人を超えました。ありがとうございます。作品作りの前に少し名前の由来の話をします。アヤクフルと書いてアヤクフルと発音します。どうしてこの名前になったかというと、私アヤコというのですが、アヤコがフルいっぱいですね。フルオブアヤコ、私がいっぱいという意味でアヤクフルという名前をつけています。少し発音しづらいのですが、ぜひ覚えてください。ちなみに今年のテーマは You can be anything です。これはどういう意味かというと、英語で何にだってなれるという意味になります。そして私がなりたいものはこちら、発明家です。いろんなものを作っていきますので、これからもよろしくお願いします。それでは今日はマスキングテープを使ってこのようなリボンを作っていきます。必要なものは白い紙、マスキングテープが2色、あとホッチキスと両面テープを使います。まず紙の端からこのようにマスキングテープを1色貼っていきます。端まで貼れたらハサミで切ります。そしたら今度は裏返して、今貼ったところの裏に来るようにもう一色のテープを貼ります。同じように端をハサミで切ります。表裏違う色のマスキングテープが貼られたところを切っていきます。表裏柄の違うこのような細い紙ができました。それをこのようにくるっと丸めてホッチキスで留めます。不要な部分は切り離します。そしたらこれと同じようなものをあと5個、全部で6個になるように作ります。6個できました。これを重ねて花の形に近い形にしていきます。1個ずつこうやって重ねていきます。6個バランスよく重ねることができたらホッチキスで留めます。結構分厚くなっているのでしっかり留めます。2箇所ぐらい留めるのがいいと思います。こんな花の形ができました。同じものの小さいのをもう一つ作ります。そしてそれを両面テープで貼っていきます。こんな感じですね。結構ギュッと貼っていきます。最後真ん中部分の紙は裏は白くて大丈夫です。丸い親指ぐらいのサイズ、ホッチキスが入るサイズの丸を作ってホッチキスで留めます。いらない部分は切り落としてしまって、両面テープで真ん中に貼っていきます。一度グッと潰してみてから形を整えたら完成です。マスキングテープを使ったリボンの作り方、いかがだったでしょうか。これからも脳内は常に自由におテーマにものづくりをしていきたいと思います。改めていつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。アイクフルでした。バイバーイ。